アツアット日本一周中3配信を開始しました。さゆまるさんを、まめさんさんぽんぽんを3個プレゼントしました。ありがとう。読み上げしたね。まめさんさん、おはまつ、おはよう。どんたくんさん、あらよっと。読み上げちゃんとしたね。アツアット日本一周中3、宮崎、角、15、高岡、1、ユーパルの地理、第1水、中、エビの、第3課、16、鹿児島、霧島、2、宝部、14、末吉、17、大隅矢五郎伝説の里、13、さゆまるさん、まめさん、おはまつー、ナイス。よかった。危ない危ない。よっしゃ。これぐらいだ。これが正常のぐらいだと思う。ちょっと豆さんさん、さゆちゃん、おはよう。キャレット、キャレット、アスタリスク。さゆまるさん、しかし、サイン書いた人で一切来ない人結構多いねわら。ゴンタくんさん、読み上げ上より連絡あり寝坊してすみませんと平謝りでした。あわら、ありがとうございます。さゆまるさん、わらわらわら、みんな眠たいんだねこの時期ね。行こうか。まあ寝落ちでもしてってくださいよ。ルートを再検索します。さゆまるさん、寝落ち。わかった。ルート300メートル先、左方向です。よっしゃ、行こうか。よし。豆さんさん、あるあるです。こんな感じかな。伊勢エビ。伊勢エビとかもあんだ。ライダースハウスっていうのもあったんだね。まもなく左方向です最近は天気もいいな。ワンちゃんさん、松さん、おはようございます。松宮崎まで行ったんですね。来ましたよ。ワンちゃん、さすがにこっち側まではあんまり走ったことない。さゆまるさん、ワンちゃん、おはおは。ワンちゃん、ポンポンお願いします。かぶってんのかな。まあ、配信上はかぶりまくるからな、みんなな。しゃあねえな。さゆまるさん、定期全国
国の道の駅を回りながら日本列島縦断中です。ただいま配信応援ランキング参加中、無料&有料アイテムで応援お願いいたします。コメントもどんどんよろしくお願いします。ワンちゃんさん、宮崎から青森フェリーターミナルまでノンストップか道で34時間です。マジで死んじゃう絶対。絶対無理でしょそれ。ノンストップなんてありえないんじゃない。ワンちゃんさん、おきれい。さゆまるさん、アホようございます。無理無理無理。あ、ポンポンありがとう、ありがとうございます。さゆまるさん、クエスチョン WW ポンポンナイス。ちょっと位置が決まんないな。てるわけじゃなくてあれだったら行けるのかな。ワンちゃんさん、都の城までは行ってましたよ。都城、全国を股にかけてたんだね。ございます。そちらは寒くないですか。こちらただいま20度でございます。ただいま20度でございます。九州の人ってこんな暖かいところに住んでるんだね。半袖いけますね、わら。うん、半袖です。ワンちゃんさん、熊本の彼女には結婚詐欺で少々やられました、わら。さゆまるさん、ちゅーちゃん、おはよ。結婚詐欺。さゆまるさん、ちゅーちゃん、ポンポンおがんいい。おがんいい、わらわら。さゆまるさん、ありまとナイス、ありがとう。さゆまるさん、わらわら。今朝の小樽は2度でした。2度？絶対あれやん、雪。中山やば。なんか定年山も降ったっていうもんね。さゆまるさん、こちら4度。ワンちゃんさん、手稲山も白くなりました。なったらしいね。まあ溶けるだろうけどな、もう一回。いや、北海道に渡るときはやっぱりスタッドレスじゃないとダメなのかな。さゆまるさん、今日最高気温13度。
三重16度、懐はマイナス3度わら、と言いながら温度がまた上がって21度になりました。ご飯食べたのになんか物足りないな。それを我慢しなくなったらもう終わりだよ。さゆまるさん松が言う。我慢してる。中山チキンラーメン食べよう。さゆまるさん、そうか、わら。誘惑に負ける。中山早期そばにしようかな。早期そば。さゆまるさん、パン食べよっと。パン食べんのね。中さん、やっぱりチーズラーメンにする。なんということだ。あ、これもしかしたら中ちゃんでいう晩ご飯。さゆまるさん、チーズラーメンだと。これから寝るのか。言うてるだけ笑。中三、今日の夜から夜勤スタート。さゆまるさん、チキンラーメン食べたくなってきた。さゆまるさん、気になる。
さんてか、さゆ動画で冷蔵庫公開したんだったね、W 恥ずかちい。よし、ローソンだ。13へ。さゆまるさん顔真っ赤だったわら。コーヒー買ってくるね。さゆまるさん酔ってなかったんだけどな。中山ローソン到着。さゆまるさん寺。中3冷蔵庫公開でアンダーバーは映さなかったの。さゆまるさん。中3個。さゆまるさんなんのわら。さゆはやってない河原。さゆまるさんやるわけないでしょわら。さゆまるさん小麦粉しかないわわら。俺片栗粉しかない。よいしょ。さゆまるさんは片栗粉もあるわら。さゆまるさんをか。ただいま。中さんすいませんわら。安いね、ここ2円安い、165円だ。
169円がすげえ高く感じたのは、中さんもう少し笑えるネタ考えます。で、サッカーよし、中さんレギュラーが、レギュラー165円、169円とか普通だったんです。さゆまるさん延長、はい、中さんこちら廃屋167円、安い。廃屋なんて入れてんの。どんないい車乗ってんの。さゆまるさん定期全国の道の駅を回りながら日本列島縦断中です。ただいま配信応援ランキング参加中、無料&有料アイテムで応援お願いいたします。コメントもどんどんよろしくお願いします。中さん俺の一応高級車なので、バラ。さゆまるさん中ちゃんベルファイア、さゆまるさんじゃなかった。ベルファイアって廃屋なんだ、すげえな。中3アイコンのやつよ、見えない。中3両方あるよ。おお、いい車乗ってんな。車中泊楽そうだな。あ、神社あった、神社鳥居があったよ。さゆまるさん廃屋仕様とかなんとか、中さん楽だよ多分。わら基地付近です。ルート案内を終了します。
ゴンタくんさん、とうとうシャツとズボンまで着てるとは見慣れない姿だなわら。さゆまるさん、そうそうわら。さゆまるさん、久しぶりに見たよわら。ゴンタくんさん、すね毛配信もお預けだなわら。さゆまるさん、わらわらわら。赤い橋あったよ。え？さゆまるさん、おか。ただ。ゴンタくんさん、おか。さゆまるさん、赤い橋。うん、見たい？さゆまるさんみたい、うん、ちょっと行ってこようか。さゆまるさん、背中かきながら笑。背中かいいな。その神社で参拝してくる。横から見たら、横から見ないと分かんないよね。さゆまるさん、行こう。さゆまるさん、有名らしいから。うん。ゴンタくんさん、孫の手を使いながらの配信も斬新かもわら。うん。さゆまるさん、わらわらわら。角神社。角神社は日向の国第一の古社。古社、うん、さゆまるさん、わらわら。古社。ゴンタくんさん、神社イコールおみくじわら。うん。さゆまるさん、読めないから読むのやめたなわら。うん。なんでわかった？出雲の国、出雲の神を中心にお参りする大社として尊敬されています。もういいか。読めねえなと思って。これが赤い橋だよ。さゆまるさん、お祭り。ゴンタくんさん、文と堂々というのはいけませんわら。さゆまるさん、わらわら。
ゆまるさん、大水きれい。水きれいだね。角神社。あっちが正門なのかな。読めねえ、読めねえよ、あれあれは読めねえわ、読めねえ、あれで角って読むのか。ずいぶん達筆だな、俺より達筆だな。さゆまるさん、鳥居しゃめで、かわいい、かわいい。さゆまるさん、俺より、うん。達筆さんだったね。右に入一礼だっけ。そうだね、うんうん、うんうん。さゆまるさんはごめん、聞いてなかった。うん、さゆまるさん、鳥居しゃめとった。あ、鳥居忘れた。さゆまるさん言ったのに。そうだね、ちゃんとごめんなさい。願掛け押し。願掛けってどういうことなんだ。さゆまるさん、このお参り法が有名らしい。うん、さゆまるさん、石に願掛けを。ゴン太くんさん、邪念を捨ててねばら。うん、はい、皆さん、ここから行けます。はい、うん、エイチさん、おはようございます。あ、エイチさん、おはよう。さゆまるさん、エイチさん、おはー。ゲージさん、ポンポンを3個プレゼントしました。さゆまるさん、ナイス。あ、アイさん、ポンポン、ありがとう。ちょっと手を清めてから行きますね。原玉井、原江玉井、清め玉江、守り玉井、先は江玉江と唱えながら、左右順番で大きく振る。だって。わかった？さゆまるさん、コートキャレット、オメガキャレットバックコート、ちょっと何言ってるかわからない。
抜けない。抜けた。あれ？腹えたまい清めたま。芸人さんさゆちゃんをは。守りたまえ。さゆまるさんかむなよ。さゆまるさん真面目にやれよ。できました。芸人さんいい枝わら。うん。どうなっていくか。ゲージさん、定期、全国の道の駅を回りながら日本列島縦断中です。ただいま配信応援ランキング参加中ポンポンや有料アイテムをお願いします。コメントもどんどんよろしくお願いします。トンタ君さん、あなた神々あるよ、わら。さゆまるさん、適当、わら。ボケてる、さっちゃん、さんおはようございます。さゆまるさん、わらわらわら。匿名応援団長さん、チアリーダーをプレゼントしました。さゆまるさん、さっちゃんおはよう。さゆまるさん、定期ナイフ。チアリーダーをプレゼントしました。さゆまるさん、チアナイフ。ボケてる、さっちゃん、さんおはようございます。ゲージさん、チアリーダーをプレゼントしました。さゆまるさん風船をプレゼントしました。さゆまるさん風船をプレゼントしました。ああ、火を選定してんの。ゲージさん、チアリーダーをプレゼントしました。さゆまるさん、ナイフ。さゆまるさん風船をプレゼントしました。さゆまるさん風船をプレゼントしました。ゲージさん、チアリーダーをプレゼントしました。さゆまるさん風船をプレゼントしました。さゆまるさん風船をプレゼントしました。ゲージさん、チアリーダーをプレゼントしました。さゆまるさん風船をプレゼントしました。さゆまるさん風船をプレゼントしました。今度裏へ行って、チアリーダーをプレゼントしました。さゆまるさん風船をプレゼントしました。さゆまるさん風船をプレゼントしました。 ありがとう。さゆまるさん風船をプレゼントしました。ゲージさん、10倍、チアリーダーをプレゼントしました。さゆまるさん風船をプレゼントしました。さゆまるさん10倍ナイフ。ここのこと言ってるのかな。匿名応援団長さん、ありがとうございます。今度裏へっていうか。さゆまるさんポンポンナイフ。すずちゃん30倍ナイフ。ありがとう。いつの間に。エンさん、ありがとう。本堂の裏へっていうのは、あ、こっちか。神の意識。お、すごいね。どこなの？あ、これってことね。さゆまるさん、定期、全国の道の駅を回りながら日本列島縦断中です。ただいま配信応援ランキング参加中、無料&有料アイテムで応援お願いいたします。コメントもどんどんよろしくお願いします。さゆまるさん、願い込めた日に、はい、あとね、今お参りするからね、世界平和を願って。ゲージさん、定期
ダイス。これ何？よし。すずちゃんさん、定期ダイス。平和でありますように。以上。ありがとうございます。なんこれ。でもねっちさん、こんにちは。少しだけお邪魔します。なんか怖っ。この像を撫でることで恋愛政治を夫婦円満、また諸祭不倫のご利益があるとだって。撫でていく。さゆまるさん、大撫でろ撫でろ。撫でた撫でた撫でた撫で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 、よし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 、いっぱい撫でた。ゴンタくんさん、誰も出ない。さゆまるさん、めっちゃ撫でろ笑。よし、おみくじだ。全部200円なんだけど、100円しかありません。さゆまるさん、おはようございます。草刈りの音ですかね笑。全部200円しかないんですけど、ダメですか。100円じゃダメですか。ダメだよね。寝落ちたらお金やん。さゆまるさん、でもねっちちゃん、草刈りなのかな。半端ないでわら。ゴンタくんさん、半分しか成就しませんわら。ないんだもん、だって両替してくれっていうわけでもいかないじゃん。さゆまるさん、半分わらわらわら。ゴモネッチさん、遊びに来たら爆音でびっくりしました。わら。何これ。あ、スマホカバーの裏に入れればいいっていうこと。これ買ってっか。さゆまるさん、黒いのかっこいいね。さゆまるさん、また始まった爆音笑。
これをスマホのカバーの中に入れる。あれいないよね。でもね、耳がやられる。うるさいからどっか行っちゃったの。さゆまるさん、すいません。うるさいからどっか行っちゃったよ。買わないで行こうか。戻します。誰もいないんで買いません。おみくじも引けませんので、さようなら縁がなかったということで。でもねっちさん、あら残念でしたね。さゆまるさんということですが、ゴンタくんさん、うっせうっせは草刈りするなら気を使え。さゆまるさん、わらわらわら。病気しない商売繁盛。さゆまるさん、これ鼻に。これもなで、これもなでろということですよ。はいはい。さゆまるさん、ほうなでろなでろ。なんかこっちにもあります。うさぎさんがいました。なでうさぎ。さゆまるさん、なんでもなでとけ。あ、これ、これは俺、稲葉の白うさぎ。稲葉の白うさぎ。これ。これ。書いてあるよ。稲葉の国に巡り着くと、サメに皮を剥がれて泣き叫ぶうさぎがいた。大国使命がそのうさぎに麻酔を浴び。そうそうそう、寝転ぶと良いと言われたので、ウサギがお尻のごとくみるみる元気になったと伝えられているというウサギです。なでウサギ。さゆまるさん、サメ、ワニじゃなく。サメって書いてあるな。でもねっちさん、ウサギかわいいなでとこう。サメって書いてあるな、これな。うん。なでろなでろ。よしよし。さゆまるさん、話が違うわら。よしよし、よしよし。撫でといたよ。全部撫でといたよ。しゃもじ。あ、これ。腫れ物や、女性の場合、お乳の出が悪いなと。もういらないか、大丈夫か。あ、こっち100円のおみくじあったわ。ビント SPY さん、おはー。小ずつおみくじ、右と左ありますか、どっちがいいですか。さゆまるさん、ミントさん、あ、ミントさん、ありがとう、おはよう。右と左どっちがいい。ピンクの可愛い。こっち。あ、4種類あるわ。
さゆまるさん黒がいいな。これなんだろうね。黒、開運にする？でもデッチさん黒かっこいいね。さゆまるさん式的に言っただけ笑。開運。濃いみくじでしたね、わら。さゆまるさん、わらわらわら。ゴンタくんさん、宝くじの当選を祈るんだわら。8番。8番、この数字が抜けてますが、6、7、8番だから、これよし。開運するぞ。ゴンタくんさん、8は末広がりでいいんじゃない？さゆまるさん、そうだね、末広がり。イント SPY さん、ここは恋みくじもやる所だろう、わらわら。ネッチさん、私も同じく末広がりで縁起良さそうだと思いました。顔さゆまるさん、100円しかないから笑。さゆまるさん、おお。ゲージさん、大吉ナイス。大吉。ゴンタくんさん、大吉。願い事、早く早く願いて。見えない、なんて書いてあるのこれ。喜びあり、人を、なんていうんだこれ。SPY さん、すげえ大吉。必ず出る。でもネッチさん、大吉だ。いいね。どこに行くにも損なしだって、旅行。人を敬いて。さゆまるさん、え？何を探せ？学問、うん、相場、買い元、いいね、大利益もあり。プレゼントしました。ありがとう。さゆまるさん、ナイス。ずっとあれなんだよね、あの大吉とかばっかりだよね、うん、恋愛思うだけではダメ。謙虚。さゆまるさん、最近大吉だね、うん、安心せよ。病気あ患わず、ね、またお持ち帰りじゃないかこれ。お持ち帰りコースじゃないかこれ、ね、お持ち帰りコースです。さゆまるさん、わらわらわら。よし。さゆまるさん、うん。
さゆまるさん、うんうん、さゆまるさん、さゆまるさん、うんうん、さゆまるさん、ぜひ全国の道の駅を回りながら日本列島縦断中です。ただいま配信応援ランキング参加中、無料&有料アイテムで応援お願いいたします。コメントもどんどんよろしくお願いします。おまつ、さゆまるさん、トリーしゃべってね。うん、はい。なんかこっちにもなんかあんだね。なんかいろんな神社が混ざってんの、ここ。よくわかんないね。角神社は角神社だけどみたいな。背中かゆい。ゴンタ君さん、伊勢神宮じゃないけどいろいろな神様がいるんだね。みたいだね、なんかね。みんな、この、ルームシェア的な、こう、ルームシェア的な、こう、やってみる。さゆまるさん、神様のルームシェアわら。さゆまるさん、達筆すぎてわら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 。そうでしょ。俺の方はまだ読めるよ。すごいな、蜘蛛の巣だらけで。ゴンタくんさん、出雲神社は10月に全国の神様が集まるからマセにルームシェアだねわら。ああ。イント SPY さん、何神社？角神社。ゴンタくんさん、マセに、まさに。さゆまるさん、角神社だよ。宮崎県、角神社。
これが赤い橋。さゆまるさん、10月に神様の合宿わら。合宿か。開運橋。ね、ここを通ったから開運だったのね、大吉。あ、気持ちいい風だ。背中かいい。風呂入りてえな。どこに風呂入れるかな。さゆまるさん、そしたら全員大吉では、うん、わら。うん。そうなのかもしれんな。さゆまるさん、風呂ある道の駅あるよ。あるの？よし、そこまでたどり着こうぜ。さゆまるさん、次の次。オッケー。ゴンタくん、30月は神奈月と言いますが、出雲地方では神有月、神有月と言います。へえ、そうなの。さゆまるさん、ほう。さゆまるさん、10月に神様が集まるからか。うん。汚い車だな。よいしょ。ゴンタくんさん、そそそ。さゆまるさん、次は高岡、高岡、1時間10分。スタンプ9時18時、川沿いにある道の駅。駐車場に日陰は全くないため、車中休憩には不向き。食事は軽食コーナーのみ、0985-82-4936-1。さゆまるさん、運転モード。うん。車中泊には不向き。やば。温度が熱すぎますだって。やばい。口コミに何件か書いてあった。日陰がなすぎて昼寝できないってわら。うん。ネッチさん、昼寝で、わら、夜は逆に寒くなってきたけどね。うん、結構ね、寒くなったね。ビタミン感。目的地を設定しました。さゆまるさん、東北激寒よ。1時間もかかる。1時間。
丸3ビタミン感、口コミがパッとしなかった。さゆ丸さん、うん、1時間。あ、あるな、距離な。でもね、地産関東も昨日の夜は激寒でした。さゆ丸さん、ストーブつけてる、わらわら。親父絶賛はや。さゆまるさん4度はさすがに寒すぎてわら。そうだね。親父絶賛マジかん。さゆまるさん山は雪で通行止めだったし。通行止め。でもねっちさん、それは寒すぎだ。さゆまるさん、クソ、昨日の城思い出した。昼間行こうか、ちびまる学校の間に。あ、そんな行って帰ってこれるぐらいなの？さゆまるさん、道路空いてそうだし。あ、そういうことか。あ、トライアルだ。さゆまるさん、うん、行けるよ。あの、睨みつけてきていって。そう、ガン飛ばしてきて、ガン。ガン飛ばしてきて、はい。貴様、貴様か？さゆまるさん、1時間40分で。本当。ガン飛ばしてきてか。けっ、やろ。庶民に優しくねえな。さゆまるさん、文句言いたいわら。庶民に優しくねえな。ここはどこの管轄だとかって言ってさ、国の管轄だったらお前ら私の税金で食ってんのかみたいな、このぐらいの勢いで。さゆまるさん、さゆ言えないから松連れて行きたいわら。庶民に優しくねえなみたいな。どうせお前らも17時過ぎだろ帰るのみたいな。それぐらいちょっと言ってやってほしい。さゆまるさん、わらわら。それぐらい言ってやってほしい。凹んだからね。さゆまるさん、次は電話していくわ。うん、それがいいかもしれない。特に跡地のところに行くんだからな。なんかこう、それこそなんかあれやったらいいけど。さゆまるさん、スタンプの本の時間、マジでちゃんと正確に書いてほしい。な、金取ってさ。さゆまるさん、いや、城あるよ。ゴンタくんさん、最後に決め言葉でクソがクソだな、ここはを忘れずにわら。クソだな、ここは。さゆまるさん、わらわらわら。
ゆまる37時って書いてあるからめっちゃ急いで行って、入場16時半まででダメって言われたのよ。いささんおはこんにちは。いさちゃんおはよう。さゆまるさんなら16時半最終って書いとけよな。ポンタくんさん、ミサさんこんにちは。ポンポン、ありがとう。ミサさんポンポンお届け。さゆまるさん、ミサミサおはよう。さゆまるさん、ナイス。ミサさん、ゴンタくん、さゆちゃんこんにちは。アスタリスクオメガバックコートアスタリスク。こんにちは。なかったから匿名投げですみません。あ、いいえ、ありがとうね。ありがとうございます。しました。ありがとう。さゆまるさんポンポンナイス。
オリーブ、サンワラワラワラ。さゆまるさん、定期、全国の道の駅を回りながら日本列島縦断中です。ただいま配信応援ランキング参加中、無料&有料アイテムで応援お願いいたします。コメントもどんどんよろしくお願いします。うんうん。うん。さゆまるさん、うん、オリーブさん、うんうん、ゴンタくんさん、定期内すー、うん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 、さゆまるさん、わら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 。オリーブさん、朝からのうんナイスです。クズちゃんさん、定期ナイス。オリーブさん、テンション上がる。レイレイさん、お久しぶりーふ、こんにちマッツ。こんにちは。さゆまるさん、今日は大吉出たから機嫌いい方の運ナイス。うん、レイレイさん、ポンポンを3個プレゼントしました。ありがとう。さゆまるさん、レイレイさん、久しぶりー。さゆまるさん、ポンポンナイス。ゴンタくんさん、レイレイさん、こんにちは。レイレイさん、皆様こんにちマッツ。さゆまるさん、うんうん、うんうん、オリーブ、三大吉いないいなぁ。私、去年から、今日だを、今日の感じでない、うんうん。うん。さゆまるさん、さゆ前役だよ、いいことない、うんうん。え、俺レイレイさん、いつの間にか九州入りおめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに俺はオリーブ三強出た、うんうん、わら。ちなみに俺はゴンタくんさん、うんうんうん、翻訳です。匿名応援団長さん、ポンポンを3個プレゼントしました。ポンポン、さゆまるさん、でもいつもいいことないから変わらない、うんうん。さゆまるさん、ポンポンナイス。男の還暦ってあれなんだね。さゆまるさん、うん、今日あれなんだね、あの役年なんだね。オリーブ三役にいいことあるかもよ。さゆたん、うんうん。レイレイさん、今日はなんだかムンムン。そうそう、うん。さゆまるさん、オリタンに出会えたんだた、うんうん。オリーブさん、私はアンダーバー、うんうん。さゆまるさん、ムンムン、わらわらわら。ムンムン。さゆまるさん、おりたん、いつももんもん。
リーブ、サンアー、サユタンも好きすぎるムラムラウンウン。ムラムラウン。運さん、この配信で運は何回使ったんだろう。 W 運運。さゆまるさん、アンダーバー解放しよう。運運。オリーブさん、運運解放いきますね。オリーブ、サンイグ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 。さゆまるさん、松がこの旅で一番使った言葉、それは、うん。オリーブ、サン、ナブラーは。さゆまるさん、わら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 。レイレイさん、そうしよう、んうん。どしょん？どしょんは？左右のどしょん。オリーブ、サンウンのギネス運。さゆまるさんのションは、ん？いや、今ね、さゆまるさんギネスわらわらわら。トシちゃんから、トシちゃんからね、なんかね、こう、あの脳波にこう伝達が来て、のしょんってこう。さゆまるさんは、あ、なんか回ってるよ。さゆまるさんのションしてた人いたのか。オリーブさんのション、キャワ、うんうん。回ってるだけだったね。あの水車さ、レイレイさんのション、ションション。あの水車もさ、さゆまるさん、それ見たからごまかしたんだな、うんうん。発電とかに使えないのにさ、なんで使わないのかね。さゆまるさん、ごまかしに使われたとしちゃん、うんうん。ギネスに配信履歴持って応募しよう、うんうん。レイレイさん、宮崎はマンゴーだね。マンマン。マンマン。さゆまるさん、わらわら。オリーブさん、それいいと思う、うんうん、わら。も言っとく、 www うんうん、まんまん、まんまん。さゆまるさん、この旅で話した言葉8割うん。オリーブさん、そのうち米番だなこりゃ、うん。オリーブさん、わらわらわら。さゆまるさん、わらわらわら。トちゃんさん、いいち。待機してたね、トちゃん、ありがとう。トちゃんさん、いい。あらたも、トさん、パスパンダの顔。あ、
つって言ったんですか。さゆまるさん、今ね、ちょっと切った通知が来たから邪魔くさいから切るか。あ、やば、読み上げ言わなくなっちゃった。